常識みたいな。
Thank you.
2曲目になります。これはね、うちの後輩の話なんだけど、美術学科のやつなんだけど、そいつは結構仲良くてさ、結構話してたんですけど、そいつっていうのは、千歳ヶ丘に住んでるんだけど、最近引っ越して、桜台に引っ越したんだけど、それで、アパートなんですけど、隣のやつがおかしいんだよって言うんですよ、僕にね。どうしたのって言ったら、いやなんか隣のやつが夜中に4時ぐらいにいきなり歌を歌い出したりするんだよって言うんですね。で、へーってさ、頭おかしいんじゃないのって言ったら、いやもうちょっとかなりやばくて、俺も最初はなんか声優志望のやつなのかなって思ったみたいなんですよ。なんでかっていうと、夜中になんかアニメのセリフみたいなのを言ってるみたいなんですね。死ねとかね、殺してやるみたいなことをずっと言ってて、なんかアニメの声優さん志望なのかなと思って、まあ俺も結構ゆるさくしてるからと思って寛容にしてたんだってね。そしたら、なんかある日、いきなりなんかホテルの宣伝部を大声で呼び出したりしたんだってね、夜の中に。なんかそれでなんかこいつやばいのかなと思って、それでなんか他の住民もやっぱりそいつに対してすごい迷惑だったんでしょう。なんか大家さん付けに迷惑ですっていう文章をその人の郵便受けに入れたんですね。でそれでその子、その僕の友達はヤス君って言うんだけど、そのヤス君もそれに署名して、入れたんだって。でそれでしばらく収まるかなと思ったら、その日の夜ね、仕事で疲れて帰ってきて、ああ疲れたなと思って、ああもう風呂入る元気もねえやと思って布団だけ敷いてそこにバタッと倒れて寝ちゃったんだってね。でそれでああって寝てたらなんか苦しいんだって。ああ苦しいなーと思ったら今度は体動かないんだって。ああ金縛りだと思った。でもそんなに動じなかった。なぜかっていうと、ヤス君っていうのは結構昔から金縛りとかなんかそういうちょっと変な経験とかをしてたから、なんかあんまり気にしなかったんですよ。でそのうち動くかなと思ったら、なんか息苦しさが増してきたみたいなんですね。でそれでおかしいなと思ったら、なんかここのこうやって寝てるじゃないですか、こうやって寝ててここら辺をグーッと押さえ込まれるんだ。えっ、ー、と思ったら、なんか誰かに踏まれてるみたいな。で怖いけど目開けなきゃしょうがないし、なんか泥棒だったらやべえなと思って目をふーって開けたら、こうやって仰向けに寝てるじゃないですか。でこの上のあたりになんかグレーのモヤみたいなのがあるんだって。でよーく見たら人の形をしてきたんだって。でえっ、ー、って思ってよく見たら、なんかこの太った眼鏡かけた男なんだ。それはえっ、ー、って思ったら、そいつに踏まれてるみたいなの。でそいつにグーって押さえ込まれて、あなんだこれと思ったら、上の方でなんかブズブズ言ってるんだって。そいつがえっ、ー、って思って耳凝らしたら、ずっとこうやって潰れてたんだって。渡辺さんね、俺もうるさくしたくないんですけどね、いやうるさくしちゃうんですよ、ごめんなさいね、でも皆さんが迷惑だから、いやでもうるさくしたくないんだけどうるさくしちゃうんですよね、本当にごめんなさいねって言うことをブズブズ上の方で言ってるんだって。その子、ヤス君の友達がなんか、うわーこいつやべえなと思って、幽霊なんだか本当なんだか分かんないけど、とりあえずこれ逃げなきゃと思って体を動かそうとしたんだって、金縛りから。だけど金縛り状態なんだけど体が動かないもんだから、むしろこうやってるうちに左手だけ動いたんだって。で左手で動いた寸前にこうやってガッとここら辺の踏んでるだろうここら辺を押さえてたんで、そしたらちょうどこの後ろの足のプニプニがあったんだって。でやべえ俺踏まれてるって思ったら、その瞬間体が楽になって何もなくなってフッって起きたんだって。でそれで今何だったんだって思ったんですけど、周りに渡したんだけど誰もいなくて、それで周り見たんだけど、人に侵入されたっていう形跡もないから、なんか俺の気のせいかなって思ったんだって。でそれでそのヤス君は気味悪いなと思ったんだけど、次の日もあったんだって。で次の日もあったんだって。でそれでやべえなと思って、これは僕の友達でちょっと岡山の子なんだけど、ちょっとすごい霊能力があって、おばあちゃんとかが霊能力者の知り合いっていう子がいるんだけど、それでその人に相談したんだって。これどうしてるんですかって言ったら、その岡本、その子、デュエルがある子っていうのは岡本くんって言うんだけど、じゃあお前のアパート行ってみようかって言って、二人で行ったんだって。で、アパート入ってきて、ぐーって見渡してみたら、あれ、ここやべえぞって言うんだって。え、なんでですかって言ったら、いや、このアパートがやばいんじゃなくて、お前の隣の部屋からなんかすごい悪い気がするって岡本くんが言うんだって。で、
多分お前が経験したことは、多分その隣のやつお前顔見たかって言ったら、いや見てないですって安く言うんだって。でそれでお前見てないけど、その体なんか姿が浮かんだんだったら、そいつはもうすごい力があるんだけど、コントロールできなくて、いろんな方向にそれ飛ばしてて、お前のところに偶然来ちゃったんだよって。だからそいつの生き量がお前のところに来て、なんか悪さをしたんじゃないのって言ったんだって。それでそれ以降こういうことはもう安くなくなったんだって。だけど相変わらず隣の人は夜中になんかブツブツ言ってるんだって。ここホテルですからね、ホテルですからね、ここ、とか言ってるんですよ。おしまい。